ハルシュタットは、オーストリア中部、オーバーエースターライヒ州に属する小規模な基礎自治体。ザルツブルク市にほど近く、オーストリアアルプスの麓の湖水地帯、ザルツカンマーグート地域の最大に位置する、景勝地である。岩塩港の断面図、ダフハシュタイン3階の山麓に位置し、ハルシュタット湖の湖畔に、家々が並び立つ景観は、オーストリアの代表的な風景として観光ガイドに、 用いられ、近年では観光地として脚光を浴びている。一帯はザルツカンマーグート地方のハルシュタットとダッハシュタインの文化的景観として、1997年にユネスコ世界遺産に登録された。街の外れには古代ローマ以前にまで遡る岩塩港がある。この塩港からは古代の墓地遺跡が発見され、ハルシュタット文化の由来となった。なお、 ゴールはケルト語で、塩、シュタートはドイツ語で、場所を意味する。ハルシュタットの教会に、1734年に、村内の岩塩の行動から、塩漬け状態の人間の遺体が発見されたという記録が残っている。遺体と同時に発見された衣類や道具から、この遺体は、戦死時代の岩塩の交付で、落盤などの事故により、岩塩内に閉じ込められたと考えられている。 この遺体はソルトマンとも呼ばれる。発掘された遺体や衣類は発見された当時の人々によってハルシュタットの村内に埋葬されたと伝えられている。2012年6月、中国関東省慶州市博楽県にある湖のほとりにハルシュタットの街をそっくり真似、ホテルや教会などの建物の大きさや壁の色、広場の石碑まで限りなく本物そっくりの 中国版を中国企業が建設して高級分譲地として販売を始めた。ありがとうございます。